元法務大臣の河井克行被告はおととしの参院選をめぐって地元議員ら100人を買収した罪に問われ、東京地裁は今年6月懲役3年追徴金130万円の実刑判決を言い渡しました。河井被告側は判決を不服として東京高裁に控訴していましたが、今日控訴を取り下げました。実刑判決が確定することになります。判決が確定すれば刑期を終えてから5年間公民権が停止し、選挙への立候補ができなくなります。河井被告はできるだけ速やかに刑に服する決断をいたしました。今回の件のすべての責任は私ただ一人にあり、私がすべてをお引き受けする覚悟ですとコメントしています。